デイム・エマ・トンプソンは、イギリスの女優、脚本家。5度のアカデミー賞ノミネート経験があり、1993年に、ハワーズ・エンドでアカデミー主演女優賞を、1995年の、いつか晴れた日にでアカデミー脚色賞を受賞した。イギリス、シティ・オブ・ウェストミンスター・ロ・パリントン出身。父親は、俳優、舞台監督のエリック・トンプソン。母親は、 スコットランド出身女優のフィリーダロウ、妹も女優のソフィートンプソンという芸能一家である。ケンブリッジ大学ニューナムカレッジで英文学を専攻。大学在学中にスティーブン・フライ、ヒュー・ローリー、トニー・スラッタリーと共に劇団を結成したり、女性だけのレビュー・ウーマンズ・アワーを手掛け、注目を集める。大学卒業前にエージェントと契約し、1980年に大学を、 卒業。ケネス・ブラナー率いるルネッサンス・シアター・カンパニーに参加。BBC ラジオやコメディツアーに参加し、数多くの舞台に立った。1989年に彼が素敵な理由で映画デビュー。1993年にハワーズ・エンドでアカデミー主演女優賞を受賞。翌年公開の日の名残で同主演女優賞に父の祈りを で、同女演女優賞にノミネートされた。1995年公開の、いつか晴れた日に、で、同主演女優賞にノミネートされ、アカデミー脚色賞を受賞。ハリー・ポッターシリーズでは、シビルトレローニー役で起用された。2018年6月に女優としてのキャリアが評価され、大英帝国勲章、第2位ダビーを除勲し、女性の騎士号ダメを勘することを許される。 1989年8月20日に、ケネス・ブラナーと結婚したが、1995年10月に、離婚。その後、いつか晴れた日に、で共演した俳優のグレッグ・ワイズと交際し、1999年に、長女を出産、2003年に再婚。また同年には、当時16歳のルワンダ人の少年を養子に迎えた。ありがとうございます。